はい、皆さんこんにちは、ゲーマーガンの梅です。ですね、皆さん、アイドルマスターライブ 4U 遊んでますでしょうか。今日ですね、アイドルマスターライブ 4U 発売記念しまして、なんと声優のですね、二見アミマミ役の下間さんに今日は来てもらってます。どうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、二見アミマミ役の下田あさみです。よろしくお願いします。ようこそゲーマーガン編集部へ。緊張してるんですけどいや、それはね、プロの方の前ですから緊張もしますが、だからもうだね、もう秋葉系なんて来て張り切っちゃっていいでしょ。もうね、舐めてもらっちゃ困りますよ。もう中身秋葉系ですからね。神々です、大丈夫ですか。すいません、はい。で、今日はですね、いろいろとこのせっかく、下田さんも来ていらっしゃいますので、はい、今日はですね、いろいろとアイドルマスターに関してですね、いろいろとインタビューをしてみたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、では早速質問していきます。はい、というわけで下田さん、はい、ですね、声優デビューがですね、下田さんはアイドルマスターが実は初の声優デビュー作品なんですよね。そうなんです。アイドルマスターは高校2年生の冬に決まりました。高校2年で、はい、アイドルマスターに大抜擢で、それがデビュー作品なんですか。そうです、デビュー作品です。はい、当時の気持ちってのはどうだったんですか。嬉しかったです。はい、でもその鳥取でね、高校生でそれでゲームの録音ってどういう風にやったんですか。はい、皆さんにやっぱ聞かれるんですけれども、ちょうどやっぱり鳥取県っていうね、すごい遠い場所だったので、もちろんスタジオもすごく遠い東京にあったので、ちょうど養成所に週1回夜行バスで通ってたですよ。はい、なのでそれちょうど養成所に行って、その帰りとかに一緒にお仕事をして帰るっていうことが多かったです。なるほど。ちなみにじゃあ高校の時にその声優養成所に行ってたってことは、まあ、その声優をじゃあ目指したきっかけっていうのは、あんまよく覚えてないんですよね。はい、ただ小さい頃からなんだろう、結構テレビに出てくるアニメキャラクターの真似をするのが大好きだったんですよ。はい、なので多分そっから入ったんじゃないかなと思ってるんですけど、多分きっかけになったのはやっぱりその当時ブレイクしていたセーラームーンというアニメがあって、すごくセーラー戦士になりたいと思っていたので、きっとその気持ちがどんどん膨らんでこういう世界に行きたいなと思ったんじゃないかなと思ってます。なるほど。じゃあちなみに台本にないですね、無茶ぶりしますとですね、その好きなアニメの決め台詞ってちょっと今やってもらえますか。待って無茶ぶり。はい、どうぞ。決め台詞、はいはいはい、決め台詞ですか。どうしよう、シュープリームサンダーはい、どうも。ジキターの技ですあ、なるほどね、セーラームーンね。で、アイドルマスターなんですけども、はい、いきなり結構あのゲームセリフの量多いですよね。はい、多いです。はい、もちろん双子なので特に多かったです。はい、その辺、初めてのセリフがあれのセリフの膨大な量っていうのはどうだったんですか。そうですね、やっぱり双子でなおかつ声をあんまり変えないような感じでって言われていたので、どっちをやってるのかたまに分からなくなるってことがやっぱりあるんですね。で、アミとマミって役で同じ台本に2人のストーリーがバーって書かれてて、それを読んでいくと自分で今アミをやってるのかマミをやってるのかよく分からなくなるってことがあって、すごく何度も何度もリテイクを食らって大変でした。なるほど。そもそもですね、アミとマミで声ってあのゲーム違うんですか。そうなんで、違わないんですよ基本的には、うん、はい、フィーリングです。はい、フィーリングそうなんです。基本的にね、双子の芸能人とかいっぱいいると思うんですけど、声変わんないじゃないですか、同じ声じゃないですか、うん、で、ナムコさんから のお願いで声は変えないで、一人が二つに分裂してるような感じでっていうことだったので、一応声は変えないでやってたんですが、なんか最近はこうユーザーさんもこうゲームをずっとやってて、マミーの方は基本的にあまり表に立てないって設定があったので、少しなんか控えめに映るみたいなんですね、ユーザーさんには。なのでユーザーさんの間ではそのマミーがちょっと控えめで、アミーが元気でっていうのが構築されているらしいんですよ。はい、なのでそういうところは逆にこっちがそれをキャッチして役作りに生かしたりして、少しマミーはちょっとだけ引いてるような大人っぽいじゃないですけど、少し冷静な立場で物を見れるような子には少しずつ変わってきてるのかなと思います。なるほど。じゃあ演じる上でちょっとその辺意識してるかもしれない。
そうですね、自分で作り込んだというよりは周りの人がそういう風に意識して、それを逆に私が役作りに生かしているという感じですね。なるほど、そうですか。まあ、ライブ・フォー・ユーでもマミがね、今度はステージに出るんですけどね。そうなんですよ、これは本当にアーケードの時代からアイドルマスターって続いてる、大変もう本当に長い間応援していただいてる作品なのですが、もう本当にアーケードが稼働した時からアミは出ないのかと、そういうモードはないのかというお話が、いろんなねユーザーさんからリクエストがいただいていたので、本当にお待たせいたしましたという感じでございます。はい、わかりました。あとですね、下田さんといえばですね、もう絶対これは聞けない質問が、もうまたこの質問かよって言われそうですがですね、はい、やっぱ怖かった、あ、逆に、お、一心伝心、はい、カモン、はい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 、何でしょう、どうせ、拳どっかでしょ当たりです。拳もそうですけど、さらにその前に、なんだろう、いや、もう、トカチでしょ、やっぱトカチ、はい、出身は鳥取県です。いや、でもね、なぜトカチも、これね、まあ、散々みんな聞いてると思うんですけどもね、本当にトカチトカチ言われすぎて、なんか私がトカチ出身みたいな、でもね、戻ってきてるんですよ、ね、もね、そもそもトカチの方からですね、イメージキャラクターの話とか来てもいいですよ、そろそろ、これそろそろちょっとヨーグルトのキャラクターとかどうですか。あずきとかね、あずきとかね、ヨーグルトとかいろいろありますから、はい、あれでもアーケードの頃からトカチはね、ちょっとアーケードのプレイヤーも結構当時はね話題になってましたけども、あれ録音の時はわざとだったんですか。もう言われるんですけど、わざとなわけないですよね。いや、まだまだまだ。いや、だってもしわざとだったとしたら、例えばそのトカチ尽くしてっていうフレーズがあるじゃないですか、本当はトカチ尽くしてなんですけど、絶対に死が言えてないからってリテイクを食らってるはずなんですよ、うん、それが誰も気づかなかったんですよ、うん、でもね、あんまり胸を張って言える話じゃないですけどね。あ、ちょっとどんどんね、作業が言えない人みたいになってるけど、言えるんですよ、違うんです。彼女たちの役作りなんです、それは。ちっちゃい子ってちょっとスタッタラズなところがあるので、少しそういう役作りをしてたらたまたまそうなってしまっただけでございます。誤解しないでください。で、それがまたあるよあるよという場合話題になってね、まさかもうこんなネット上で流行するとはね。そうなんですよね、やっぱりお友達から結構いろいろ言われました。あ、やっぱり、なるほど。あと歌い方にも拳が効いてるところがあるんですけどもね、あれもわざとなんですか。あれも拳はわざとです。そうなんだ、よく OK 出ましたよね、あれ。というか、もともと拳が回ってしまう癖を持っていてですね、で、なんだろう、拳を回そうと思って回したわけじゃないんですけど、トカチトカチ言われるきっかけになったエージェント夜を行くという歌がありまして、で、その歌はちょっとセクシーな歌なんですよ。で、アミとマミってそういうちょっとセクシーな大人っぽいことに対してすごく興味津々な、なんだけど無邪気な子たちで、そういう性格を前面に表してお芝居をしながら歌った結果が拳につながったというわけなんですよ。まあ、リレーションズも相当聞いてますよね。あれはもう作曲家さんがもうやってくれて、中川さんがね、中川さんが中川さんが、はい、ちょっとこれはエージェントを超えたいんだと。確信犯だ、これいいのかな、使ってという話でね、はい、いや、まあでもその結果話題になりましたからね。そうですね、よかったです、はい。でもやってみるもんだ。はい、やってみるもんですね、はい。まあ、やりすぎには注意で。そうです、ほどほどにね。最近はちょっとやりすぎって言われるようになって。はい、はい、わかりました。ちなみにアイマス以外もですね、結構男の子の声なんかも最近ね、使えない、はい、すいません、とかありますが、男の子の声と女の子の声とか、個人的にはどっちが好きなんですか。好きっていうのはどっちも同じなんですけど、男の子の方がやりやすいです。男の子の声が好きなんだ。はい、やりやすいです。なんかもともと少し男っぽい部分が自分にあるので、そういうところが遠慮なく出せるのですごく快感です。ああ、なるほどね。ちなみにアイマスのお仕事でブレイクしてからですね、やっぱいろんなお仕事増えてきました、どうですか。そうですね、はい、結構いろんなところでお名前を覚えていただいて、結構、はい、なるほど。じゃあ今後もですね、まあ、このアイマス以外もですね、いろんなお仕事での名前を見ることがあると思いますので、ね、
まあ、ちょっともう今日お時間もありませんので、はい、まあ、最後になってしまいますがですね、はい、すいません、そろそろですね、締めの言葉をですね、ちょっとうちの読者にですね、一言お願いします。はい、梅田さんのね、進行がとってもうまかったので、いや勘弁してくださいよちょっと、はい、時間があっという間に過ぎてきましたけれども、はい、ゲーマーさんですね、ご愛読くださってる皆様、本当に、最後までこれを見ていただきましてありがとうございます。アイドルマスターですね、アーケード版、XBOX 版に、さらにですね、ライブ放映版というふうに、様々な展開を見せておりますが、これからもぜひぜひ皆さんの応援と一緒に成長していけるアイドルマスターでありたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あー、すごいね。この年で大したもんだ。このまとめコメント。歓声が聞こえる。やーっべー。やべやべ、ちょっとやばいです、俺もカミカミで、すいません。じゃあ本当ですね、今日は本当わざわざありがとうございました。いやいや、はい、じゃあ今後応援してますんで、じゃあお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、終わりかと思いきやまだまだありますよ。はい、ここはですね、ちょっと島田さんにですね、はい、マスターアーティストのボーナストラックに入ってるあのモノマネをせっかくなんでやってもらおうかなと。この台本にはない、聞いてねえよって今、はい、はい、ぜひともお願いしたいんですけどね。今渡されました。はい、心の準備はいいですか？心の準備なんかないですよ、そんなもんは。いや、ね、すいませんね。いやいや、とんでもありますよ。いやすごい、本当にもうぜひこれ生で聞いてみたいなと思って、すいません、僕の勝手な本当バカママですごいね、なんかみんな期待しちゃうじゃないですか。いやいや、ここはもうね、じゃあ早速行きましょうか、うん、じゃあ、はい、まずははるか行きますか。はるか、プロデューサーさん、ドームですよ、ドーム。おー、うまいうまい。これ私ですね。いやいやいや、いいですか、私です、今の。オッケー、合格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 と、ちょっと判定の方がいますね。甘いな。じゃあ次は、じゃあ、ちはやいきます、ちはや。真面目にやってください、プロデューサー。おー、いいね。私ですね。これ、嫌がらせじゃないですか。いやいや、どんどん次に行きましょう。はい、じゃあ、あずささんですね。ハロハロー、プロデューサーさん、ドンマイですよ。おー、ギリギリ、あ、これはマネージャーもうんうんですね。まあ、ギリギリラインかなみたいなリアクション。はい、次はじゃあ、マコットですね。来た、全然似てないですよ。一番似てないんですよ。そうなんですか。はい、じゃあちょっと、はい、はい、へへー、今日の僕はフェロモンバリバリです。ガツッといきましょう。お、これいいじゃないですか。あ、マネージャー首かしげてますね。じゃあ次は、ゆきほ。ゆきほ、こんなダメダメな私は、もう、穴掘って埋まりますよ。お、これはうんうん、みんな納得。おー、いやいや、もう、とんでもないですよ。穴掘って埋まってきますよ。いや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 、これはすごいね。じゃあ、ミキの覚醒前ですね。はい、覚醒前、はい、あと前違うんですか。違うんですよ。はい、そんなに頑張らなくていいよ、適当に行こう、アホ。おお、ほら、マネージャーちょっとうーんって感じ。マネージャーミキも好きなんですけどね。ちょっとね、絡めで咲いてるから。はい、はい、じゃあ覚醒ミキ。はい、覚醒、髪がシャキシャキシャキ。はい、そうですね、髪を切りました。はい、ハニー大好きなの。お、これはぎ、あ、ダメ、マネージャーダメダメ、あ、厳しい。いやね、それはね、私だって一人の人間ですから、ね、いやいや、こんだけできない。じゃあ、あとは、はい、はい、アミマミですね、はい、これ得意なんですか。あ、これは得意でしょ。できるかな。兄ちゃん、一緒に遊ぼうよ。いいじゃん、起きてよ。おー、丸、あー、丸が丸が、そりゃそうだろう、当たり前じゃん。これ似てなかったらね、もう交番じゃないですか、私。いや、すいません、今日は本当にもう生、でもない、生このものまでも見られて、はい、楽しいですよ。本当ですか。はい、じゃあ無茶振りもっと、いや、もうファンのみんなごめんね。いやいや、でもね、CD でしか聴けない方はですね、映像、はい、あ、本当に本人なんだっていう、これでわかると思いますね。本当ですか。だとね、本当に、まあ、本当に本人なのかな、これは本人で、CD のやっぱ違うんじゃないかって、あえて思ったかもしれません。そうですよね。そうですよね。いや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 、でもそのぐらい似てるんですよ、でも。フォローしてくださいよ。いやいや、似てるんですよ、そのぐらいでも。あ、梅田さんもやってみますか。やめましょう、ちょっと、やめ。やりましょうよ。やりましょう。勘弁して。じゃあ
じゃあね、弥生ちゃんね。ちょっと待って、ほんとやめよう、ちょっと待って。はい、3、2、1。ちょっと待って。俺ね、迷子こういう展開多いんだけど。やってくださいよ、ちょっと。やったじゃないですか。これ僕の経験でカットですからね。そんな、ね、じゃあいいですよ。カットでもいいですから。はい、どうぞ。おー、じゃあ誰？弥生ちゃんで。弥生？弥生ってこれ？はい。お前らな、ちょっと後ろ向いてろお前らもう。はい、ということでですね、本当にありがとうございました。ちょっとなぁ、もう、はい、いや、とても楽しかったです。いや、でもね、はい、今本気で言っちゃうと、本当に今ちょっとやろうとしましたけどね。もう、いや、大したもんだ。はい、じゃあこんな感じで、また編集部遊びに来てください。はい、いつでも遊びに行きたいと誘ってください。はい、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい。